徹子の旅は、菊池直江による日本のノンフィクション漫画。2001年から2006年まで小学館の、スピリッツ増館、一期、月刊一期に連載された。全48旅、単行本は、全6巻。作者をホワシュカノコに変えて2009年から2013年まで、同誌で連載された、新。 鉄子の旅及び2016年から2019年まで、霧九章により、月刊サンデー GX で連載された、鉄子の旅三代目についても合わせて記述する。以下菊池版を、旧鉄子、ホワシ版を、新し鉄子、霧九版を三代目と呼称する。旅の案内人として、横見広し子が同行する、鉄道気候漫画。コンセプトは、鉄道に、 全く興味のない作者が、鉄道好きのトラベルライターの横見に、いやいや日本全国の鉄道に連れ回されるというもの。通常、旅をするメンバーは作者、横見、編集者で、時折ゲストが随行する場合もある。略称は、鉄子で、主要な登場人物たちも使用している。2000年頃、一期編集長が、書泉グランデで横見の著書、乗った、降りた。 JR4600 駅を読み、同所を知っていた石川と盛り上がり、横見と組んで、コラムやエッセイなど何かしてみたいということになった。一期編集長と石川で横見に会った際、その場で横見が、横見と編集と、女性漫画家で鉄道を旅するルポ漫画というのはどうだ、と提案してそれが採用された。編集も、女性というのはどうかとの提案は却下された。 第3巻収録の第23旅では、一期編集長がずっと鉄道漫画をやりたいと思っていたことも描かれている。横見本人は、これって、もう完全に、ギャグ漫画じゃないと、作中でも言っている。菊池交番の理由として、上村は、体力の限界と、説明、また、横見との不仲が取り沙汰されているが、実際のところ第4巻、第31旅の、 読者ツアーで彼女自身がサジを投げたのが最大の原因と思われる。その後、特別企画やゲスト同伴、コラム、読み切りで延命措置が取られたものの、銚子電鉄再訪問取材を最後に執筆終了を宣言、ホワし、続いて、霧岡にバトンが託された。なお、三代目終了後に、一期編集長、石川のコメントで、 鉄子シリーズ連載再開への展望が発表されている。末期は、菊池の、いつもの三人ではもう預けないという提案により、ほぼ毎回ゲストが登場していた。そのため、アニメ化した話には、単行本五六巻のものは一話もない。一巻2004年11月30日。 発行 ISBN4 から09から188,541から12巻2004年11月30日発行 ISBN4 から09から 188,542X3 巻2005年3月30日発行 ISBN4 から09から188,543から84巻2005年7月29日 発行 ISBN4 から09から188,544から65巻2006年3月30日発行 ISBN4 から09から188,314から16巻2007年2月28日発行 ISBN978 から4から09から188,354から4プラス2009年2月25日 発行 ISBN978 から4から09から188,450から3当初は7巻となる予定だった。プラスには、連載終了後、一気に連載された、実録鉄オタブランド化計画や、後日談として、菊池の描きおろしも掲載されている。この後日談は、新、鉄子に直結する形になっており、菊池は、伏線の意を込めて、プラスを持って、 自分の描く徹子は完結することを宣言した。最後のページには、何らかのプロジェクトとして、連載開始の予告が掲載された。新、1巻2010年3月2日、発行 ISBN978 から4から09から188,508から、1新、2巻2010年12月30日発行新、3巻2011年11月5日、 発行 ISBN978 から4から09から188,558から、六審、四冠東日本大震災の年の出来事2012年7月4日、発行 ISBN978 から4から09から188,588から、3個の巻のみサブタイトルが付けられた。また、被災地取材となった第22旅第24旅は、 端末に書かれる旅の工程が割愛されている。新、5巻2013年4月3日、発行 ISBN978 から4から09から188,620から、霊新、3代目、1巻2017年2月22日。 発行 ISBN978 から4から09から157,476から33代目、2巻2018年3月24日。発行 ISBN978 から4から09から157,518から、03代目、3巻2018年12月19日。 発行 ISBN978 から4から09から157,553から13代目4巻2019年7月20日発行 ISBN978 から4から09から157,570から8第1旅くるり線全駅上下車第2旅から130円1と6県大回り第3旅東京鹿児島2泊3日鈍行の旅 第4旅度合い、指袖、鉄古流デートコース第5旅、大垣夜行で行く、有田奇襲鉄道第6旅から渡らせ、渓谷鉄道と、廃線跡歩き第7、旅から冬こそ、ただ線第8旅、鶴見線おすすめ、駅巡り第9旅、四国発上陸、全地域制覇2007年12月下旬地域別編集で、前後間、本編から、 セレクトされた全15旅を同時発売。サイズが A4 と大きくなり、オリジナルの書き下ろしなども掲載される。一期2007年12月号によれば、この企画は編集長が提案したらしい。菊池公安の図書区に変更された、銚子電鉄で、8000にカラー特別版と共に発売された。カラー特別版前冊のほか、菊池公安カラーの銚子電鉄車両模型、菊池。 横見、上村のフィギュア、新ゲストと行く、銚子電鉄再放編漫画が付録となった。売り上げの一部は、実際に、銚子電鉄へ寄付された。菊池、ホワシコラボ企画のおまけ漫画を加えて、旧徹子と新し徹子それぞれで観光これまでの全ての回の、取材時の資料写真を収録している。電子書籍でのみ発売。 2020年7月17日発行 JPE09-D0694-0000-D0000-2012 00年7月27日発行 ISBN978 から4から09から35万9208から6村井美希が徹子の旅の取材に同行した模様を中心にしたブログが書籍化されたもの小学館の月刊誌 ラピュタ2005年3月号に掲載。旅の案内人は、矢野直美。舞台は、明治鉄道。横見が、相手の時と違って、なぜこんなに楽しいのかという描き方をされている。この作品は、矢野の、女一人の鉄道旅文庫版西日本編に収録されている。鉄道ピクトリアル2007年1月号に、鉄子の旅幕愛散歩と題して、 本作の裏話とも言うべき記事が掲載されており、対談形式で、菊池、上村及び工場編集長も参加している。日本レストランエンタープライズの駅弁に封入。北海道編、東日本編、東海編、西日本編、四国、九州編で、それぞれの内容に合わせた漫画が入っている。栗原田園鉄道の廃止前の2ヶ月間に、菊池直江プロデュースによる、 クイズラリーが行われ、全問正解者には、鉄子メンバーが描かれたカードが送られた。また、同じ日に廃止された鹿島鉄道でも、終点の保護隊機に、菊池の直筆による、鹿島鉄道を応援する絵が飾られていた。2007年6月24日から9月23日に、CS のファミリー劇場で放送、全13話。スーパーベル Z が主題歌。 エンディング、鉄音効果を担当。アニメ化にあたってのキャッチコピーは、第1巻の帯にも使われている、今日もいっぱい列車に乗れるぞ。これは、横見が道中で語った言葉で、乗り鉄系である鉄道に対する、横見の気持ちを如実に表している。10月15日より、番組改編のため以下の時間に変更以下、変更前の放送時間レンタルは2007年9月14日より、 一般販売は2007年9月21日から順次開始。鉄子の旅ボリューム1は通常版と初回限定生産版の2種類がある。初回限定生産品には鉄道コレクションの長野電鉄2000軽減光塗装鉄子の旅外伝アニメ制作地獄、鉄分サプリ造保完全版、旅の思いでポストカードが封入。旅の思いでポストカードのみ通常版の 初回生産分にも封入。ファミリー劇場で放送されている CM のナレーターは石丸健二郎が担当。DVD ではファミリー劇場で放送したものを一部修正している。シーンが多数ある。菊池がプロデュースする鉄工オリジナルの弁当。放送は菊池の書き下ろし。菊池が弁当を企画する過程を描いた漫画が封入されている。 2007年11月25日から2008年1月末まで東京駅、上野駅、新宿駅、品川駅、大宮駅などの日本レストランエンタプライズの売店で北海道編が発売。2008年2月からは第2弾の東日本編になり、1月25日から鉄道博物館で先行販売。同年5月26日から第三弾の東海編。 10月12日からは第4弾の西日本編が発売され、前日から日比谷公園での鉄道フェスティバルで先行販売。そして2009年1月15日に最終作となる四国、九州編が発売。西日本編の包み紙は最初に制作されたものに描かれている鉄道車両の色に間違いがあることを一期編集長が指摘し、 途中から修正されたため、2種類のバージョンが存在する。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますし、徹子の旅に関するカテゴリー、徹子の旅3代目に関するカテゴリー、ありがとうございます。